かぼちゃのキューブケーキを作ります。かぼちゃ 100g、水大さじ1を耐熱皿に入れ軽クラップをし、500ワットのレンジで5分ほど加熱します。加熱したかぼちゃ、クリームチーズ 100g、砂糖 30g、生クリーム 50g、卵1個、薄力粉大さじ1、 30回ほど、ぶんぶん引っ張ります。材料が容器につく場合は、ヘラなどで落とします。シリコンの耐熱容器に生地を流し入れ、空気を抜きます。180度に予熱したオーブンで25分ほど焼きます。粗熱が取れたら、型から取り出し、キューブ型に切り分けて完成です。